今日はいつもと違って Vlog 形式でちょっとお届けしようと思うんですけどね。今からね、コロナウイルスのワクチンを、おー危ねー、段差全然見てなかった。ああいう段差に引っかからないのもね、ワンウィールのいいところなんですけどね。スケボーだったら絶対こけてると思う。 Anyway、 そう、今からコロナウイルスの、ね、ワクチン1回目をやっと受けることができたんで、今から受けにクリニックにね、病院にポップアップテントかな、なんかあの出張ワクチン接種みたいな、そんな感じのサービスをもうカナダではね、オンタリオで始めてるん でそこに受けに行きたいと思います。どんな感じかね、副作用が出るかどうかとか正直怖いところもあるんだけど、まあね、このリアルな情報をみんなにシェアできたらなと思ってこの Vlog を撮ってます。じゃあ早速行ってみましょう。アリーナ、これだね。わあ、結構並んでる。あー、これどこに行けばいいのかね。向こうだね、多分。さあ、なんとかたどり着いたんですけどね、めっちゃ列が長くて500メートルぐらいかな。で、並んだ時にこのステッカーを貼ってもらえるんですよね。1時までにはここに戻ってこないといけないんだけども、列から外れるとね、また並び直さないといけないから、まあおすすめしないよって言われました。今1時間ぐらい並んでるけど、ちょっとね、超嬉しいのがやっぱりカナダだよね、こういうところって。そこでね、音楽をね、こう路上演奏してくれてる人がいて、なんかそういうところカナダっぽいよね。地味に本当に嬉しい。やっと中に入れましたよ。1時間ちょっとかかったね。でね、今からちょっと並んで注射を受ける感じで、その前にこう問診とかがあるみたいですね。早く終わったらいいけどな。外はねめっちゃ暑かったけど、ここの中エアコンが効いてるホッケー場、アイスホッケー場なんですよ。外はねちょっとしんどい、暑いし、まあちょっともう一踏ん張り。ワクチン接種無事終わりましたよ。いやー、結構時間かかったね。外で待ってる時間がね1時間ちょっとあって、それが結構しんどかったね。ちょっともう日差しも暑くなってきたし、でも中に入ったらこうアイスホッケーのアリーナなんで、エアコンも効いててよかったです。で、注射を打つ場所がね8箇所あるんですよ。で、その8箇所のそのブースのところには椅子が7個あって、7人そこに順番に呼ばれていって、で注射を打たれて、その後15分間はその場にね、その椅子の上に座って待っとかないといけないですけど、もう15分過ぎたら OK みたいな感じで。そしてあとはね、こんなステッカーを出るときにもらいました、これね。そしてこんなコロナウイルスのねワクチンのこういうことに気をつけましょうねっていうような、そんなインフォメーションと、チョコレートもね出かけに取っていていいよって言われてね、もらいました。まあね、それはそれで嬉しいよね。そしてあとはこれね、これがコロナウイルスのワクチンを打ちましたよっていう証明書で、オンタリオ州が発行しているものなので、これがおそらくね、今後例えばワクチンパスポートとかが出た時には正式なものになっていくんじゃないかなと思います。で、注射自体はね、筋肉注射っていうことは聞いてて、まあ、痛みがある人はあるとかって聞いてたんだけど、俺はねそんなに何も今現在本当何もないし、で打たれた時はやっぱ普通の注射と違って筋肉注射だからだと思うんだけども、なんかこう
筋肉つった時の痛さみたいなのがほんのちょこっとあるぐらい。あとはね、思ったよりはなんかもっとなんかひどいのかな、すごい痛いのかなとか思ったんですけど、全然そんなことはなかったです。もう外していいよね。まあこんな感じでね、カナダでのワクチン接種をね、まだファイザーのワクチン、日本もおそらくワクチンはファイザーになると思うんですけど、まだね受けてない人のためにも、まあこの動画がちょっとでも参考になればなと思って、今日はこんな感じで Vlog みたいな感じで撮ってます。アメリカではね、結構アメリカもワクチンの接種が進んでるみたいで、ここカナダよりもね。でもワクチンを受けに来る人がね、ワクチンなんて信じないっていう人も結構多いみたいで、ワクチンを受けに来てくれたらハンバーガー食べれますよみたいなね、そんな配り方もしてるらしいです。でもカナダではワクチンをできたらもうやっぱ受けたいっていう人の、そういう人数の方が多いんじゃないかなと思います。でもすごいね、外で道路まで溢れて列で待ってる時に、通りすがりの車のね、人なんかが、何のためにお前ら並んでんだよ、マイクロチップ埋め込まれてるぜみたいにね、そうやって言ってるね、ちょっと変わったような人もいたりとか、まあまあそれはね、国を問わずどこでも一緒なのかなと思う。まあこんな感じでね、今日のこの Vlog が参考になったらいいなと思ってます。じゃあちょっとね、久々に Vlog 形式だったけど、またなんかこういうニュースがあった時には Vlog 形式で、 Vlog 形式の動画をお届けしたいと思います。じゃあね、ピッツァ今日はちょっと指でやってみて、指でこうしたらね、カメラを iPhone を押さなくていいからね。今 iPhone で撮ってるんですよ。全部今日のね、この Vlog は iPhone で、でマイクももう純正のマイクでやっぱどこまでできるかなって、やっぱちょっとこれを極めたいなと思ってるんですよね。まあちょっとこの辺はまた別の動画にしましょうね。やっぱ Vlog 最強なのは iPhone とかスマホ単体だと思う。一応ね、一眼のカメラも持ってきたんですけど、さすがにね、アリーナの中でこうカメラこう出してとかもできないし、ちょっとやっぱ目立つじゃないですか。そういう意味で考えたらやっぱね、スマホだけで Vlog なんかが気軽にできるっていうのがいいとこだと思うんで、そういう情報でまた今からもシェアしていきたいと思います。じゃあね、ピースアウト。